はい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 。ジャイアンツは今年優勝しましたけども、まあ CS で DeNA に敗退しましたし、来季ね、菅野さんが抜けたりとか、いろいろ戦力が落ちることが予想されてますけども、まあその空いた穴、野手でもベテランの人が結構多いですけど、果たしてどういう選手が活躍するのか、来季ネクストブレイクしそうな7選手、7人を今日僕がピックアップして皆さんに共有させていただきたいなというふうに思っております。てな感じで始まりました小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見ててください、よろしくお願いします。はい、今日はですね、来季ネクストブレイクする巨人の選手というところで、お伝えしていこうかなと思っております。はい、まあネクストブレイクとか言うとね、結構巨人ってまあブレイクしてる選手がね、たくさんいましてですね、大体なんかネクストブレイクとか言われるとですね、なんか1年目の選手とか初めて一軍に出場した選手が活躍するみたいなイメージありますけども、結構巨人の選手はですね、その1年目とかっていうところもあったりするんですけど、1年目じゃない選手がブレイクしたりするっていうところも結構例としてね、あったりするので、そういった意味で非常に、ジャイアンツというところで、2年目以降ですよね、そういった選手も非常に期待できるんじゃないか、うん、ドラフトで獲得した選手だけではなくて、今現状いる選手の中にもすごく一軍の戦力であったりとか、ブレイクする選手がいるんじゃないかっていうふうにね、僕思いましたんで、今日は、まああくまで僕の主観的なところを含んでると思いますが、僕が活躍しそうだなと、この選手は来季ね、キャリアハイであったりとか、非常に一軍の戦力になりうるんじゃないかっていう選手をですね、7人ね、ちょっとね、紹介していきたいなというふうに思っています。まあ今日はですね、まあいろいろ僕の主観的な意見もお伝えさせて いただきながら、データなんかもね、まあもうシーズンが終わってますんで、きっちり出てますんでね、特に一軍で、ね、出場した選手はまあ細かいデータもね出てますんで、まあそういったところも見ながらね、一緒に、ああだこうだ言っていきたいなというふうに思ってます。はい、まあ7人いるんですけども、その内訳としたら3人ピッチャー、うん、で、内野手がまあ2人で外野手が1人というようなね形で、まあ7人紹介していこうかなと思っております。はい、まずじゃあね、1人目早速いきたいと思いますけども、ピッチャーからいきますね。はい、1人目、西舘投手ですね。はい、非常にネクストブレイクする可能性があるんじゃないかなと思ってます。まあ成績見ていく前にですね、やはり先ほども言いましたように菅野さんがね出ていくと、まあ貯金12、すごい数字ですよね。12をまあ作った人が出ていくわけですから、なかなか一人ではね、うん、一人の選手で貯金12を作り出すっていうのは難しいことなので、まあやはり若手の選手であったりとか、うん、まあ複数人でその貯金12を埋めていこうぜっていうところがあると思うので、ね、あると思うので、まあその中でもこの西舘投手というところは非常に、まあその可能性があるんじゃないかっていうふうに個人的には思ってます。はい、で成績見ていきますと、28試合今年ね1軍で防御率が 3.82で、1先発しておりまして、で、あとは27イニングというかね、27試合、救援でございますと。で、1勝3敗、20ホールド。で、ウィップが 1.17 というふうになってます。はい、まあ成績見てるとですね、まああまり良くないんじゃないかって思われる方いらっしゃるかもしれないですけども、まあ僕今年1年ずっと試合見てきてましたが、非常に良、かったと思います。というのも、まあ、救援でね、しっかり投げてまして、まあ、打ち込まれた時もありましたけども、まあ、途中から先発に、転向したりとかね、いうところもあったんで、少しかわいそうなところはあったかなと思います。ただ、
まあ、菅野さんがね、抜けるというところで、まあ、西田投手は間違いなく、先発で来季挑戦するだろうなというふうに思ってましたが、まあ、昨日かな、記事なんかも見ましたけども、まあ、来季1年間先発でというふうにね、安倍監督のコメントもありました通り、やはりまあ、そうだろうなというふうなね、予想が的中しておりました。はい。でですね、ちょっと月間の数字を見ていきたいと思うんですけども、3月、4月、防御率が 4.22。で、5月がすごく良かったんですね。で、0.00。うん。で、6月がちょっとね、上がってしまって 7.71。で、7月に、まあ、2軍にね、行ってまして、で、8月、また 7.20 っていうのがありましたと。だからまあ、ああ、良かった、ちょっと初め悪くて、良かったけども、また悪くなって、みたいな感じですね。まあ、まあ、一年目にしてはね、やっぱりこう、頑張ったと思います。正直ね、プロのね、ペナントと、大学の野球では全然違いますし、まあ、レベルもそうですし、大学だったら春と秋っていうね、ちゃんとこう、分かれてるんで、その十何試合をね、頑張って、ほんでちょっと期間が空いて、まだ十何試合っていうだけなんで、そういったところで、プロ野球はもう140試合あるわけですから、143試合か、あるわけですから、非常に毎日が勝負だと。いうところで、非常にこう、まあ、リリーフだったんでね、余計こう、体がね、疲れてたっていうのもあると思いますので、まあ、来季はね、しっかりこう、先発のこう、リズムを作って、頑張っててもらいたいなというふうに思ってます。で、その中で、最後に、西田投手の球種なんかを見ていきたいと思うんですけども、はい。ストレートがね、47.9%。で、カットボール 28.2%。で、カーブが 11.3%。スライダーが 8.8%。フォークが 3.9% というふうになってます。まあ、これだけ見ると、やはりまっすぐとカットボールが多いなというような印象があります。はい。リリーフであればですね、まあ、自分が得意なボールっていうのを、まあ、積極的に投げてって、まあ、短いイニングなんで、抑えるっていうことができるかなとは思うんですが、やはり先発に回るというところで、まあ、例えばカーブっていう球種であったりとかね。うん。僕は、フォークという球種をもうちょい、うん、増やした方がいいんじゃないかなとも思ってますし、まあ、その理由としては、まあ、空振りを取れるボールであったりとか、まあ、フォークのね、落ちを調整できれば、バットの、ね、ボールの上っ面を叩かせて、ゲッツーを狙う。そんなこともできるので、まあ、非常にフォークボールっていう球種は、非常に有効だと。縦の変化なんでね、思いますし、まあ、西田投手は結構先ほど言ったようにカットボールが多いんで横の変化が結構多いところで最後にね、縦の変化があることでバッターも惑わすことができると思いますし、まあ、空振りを奪ったりとかね、そういった球種になりうるんじゃないかなというところで、まあ、まあ、今年ね、救援をやってたんで、まあ、得意なカットボールでっていうところだったと思うんですけども、来季は先発に挑戦するというところで、まあ、カーブであったりとか、まあ、フォークっていう球種をですね、もうちょいこう、うまく使えていければ、左バッターに対しても、まあ、被打率が下がったりとか、打ち取りやすくなったりね、するんじゃないかなって思います。はい、じゃあ次いきます。二人目いきます。堀田投手でございます。はい、堀田投手です。はい、非常に、伸びるんじゃないかなと思ってます。はい、成績見ていきます。17試合、防御率が 2.45 で、7先発しておりまして、で、10回リリーフで登板しておりますと。で、3勝3敗で、ウィップが 1.09 というふうになってます。まあ、この投手もですね、非常に、まあ、開幕、入ってまして、頑張ってたんですけども、ちょっとこう、打ち込まれ始めて、2軍で行って、しっかり、調整をして、また上がってきたっていう形ですね。1年間、簡単に言うとね。はい。で、まあ、先ほど言いましたように、まあ、月別の成績見ていきますと、まあ、3月、4月、1.54。うん。で、5月、1.13。で、6月、9.39 というところ、ちょっと打ち込まれたんですね。で、ここから7月、8月、この暑い時期、ちょっと2軍で過ごしておりました。で、9月に戻ってきまして、防御率が 1.13 というところで、まあ、その、3月、4月の時の投球と、9月の投球では、すごくレベルアップしてるというか、
調子が戻ったっていうよりかはシンプルにレベルアップして帰ってきたなっていう感じはあったので、非常にこの来季に、伸びるんじゃないかなって思わせてくれるようなね、投手でございました。やはり、堀田投手の場合はストレートがね、やはりこうある程度やっぱ速くて角度があってっていうところで、そこにチェンジアップが入ってきて、で、カーブも結構得意でっていうところで、非常に、バッターからしたら打ちにくいピッチャーとか、まあちょっと外国人ピッチャーじゃないけども、角度もあって、非常に球もねホップ成分が多いようなね、形のボールなんで、バッターは空振りする確率が高いピッチャーなんじゃないかなって思うんですね。でその中で球種見ていくと、ストレート 49.5% でチェンジアップが 21.4%、 スライダーが 7.9% でカットボールが 7.5%で、カーブが 7.1%。で、スプリットが 6.5%。で、ツーシームが1球だけなんかな？投げてて 0.1% となってます。まあ、これだけ見ると、やっぱストレートとチェンジアップでね、まあ、およそ 70% ぐらいあるというところですから、まあ、非常にストレートとチェンジアップが得意なんだなと、わかりますよね。で、その中で、僕は非常にいいなと思ってるのが、スプリットという球種を持ってるということ。うん。チェンジアップとスプリットって、まあ似たような球種ではあるんですけども、チェンジアップはどっちかというと空間というか、間合いというかね、ボールが来ないっていう感じで前後の揺さぶりですよね。で、フォークっていうのは、スプリットっていうのは、どっちかっていうと、縦の変化なんで、同じような変化球なんだけど、違うボールを持ってるっていうことは、まあ僕キャッチャーもともとやってたんですけども、非常にこう、使いやすいんじゃないかなと思います。で、まあ、堀田投手のフォームなんかを見てても、結構縦振りというかね、まあ身長が大きくて、大きく腕をね、縦から、上から下に下ろすような投げ方なんで、まあストレートであったりとか、まあチェンジアップ、フォーク、まあこう縦の変化が得意な投げ方なんじゃないかなと思います。まあ、その中で、やっぱり先発をやってもらいたいっていうところは、個人的にもあるので、横の変化っていうね、まあ西成投手はどっちかというと横の変化得意ですけども、堀田投手は縦の変化が得意なんで、そこで、スライダーでやったりとか、そういう、ね、カウント球というかね、得意じゃないかもしれないけども、そういう曲がり球を持ってたら、よりね、幅が広がるかな、バッターからしても打ちにくいなと思うので、そこの曲がり球っていうところも、非常にね、精度を上げていくっていうのは、堀田投手はね、非常に大事なんじゃないかなって僕思います。はい。まあ、期待できるピッチャーだと思いますね。はい。で、次いきます。3人目。ピッチャーになります。京本投手です。はい、京本投手ね。はい。今年あまり登板なかったんですけども、4試合、3.60。うん。で、全部リリーフです。で、0勝0敗。で、ウィップが 1.20 となってます。はい、まあ、この投手は僕非常にね、マウンドさばきであったりとか、もう負けん気がめちゃくちゃ伝わってくるんですね。うん、もう絶対負けないよと。もう絶対俺抑えるよっていうのがもう、マウンド上でね、メラメラ燃えてるピッチャー。いやー、なかなかいないと思います。はい。だからそれぐらい、一球にかける思いとかっていうのを非常に感じるなと思うピッチャーですね。で、球種見ていくとですね、ストレート 56.5%。うん。で、スライダーが 14.5%。で、フォークが 14.5%。で、チェンジアップが 13%。で、カーブが 1.4% となってます。まあ、まあ、結構ね、球種意外とあるなっていう風な形ですよね。で、特にちょっと思ったのが、特に京本投手の平均球速なんですけども、147.8キロなんですね。別に遅くはないんですけども、もうちょい平均球速149とか150ぐらいあったとしたら、もっとね、面白いピッチャーになるかなって思うんで、ちょっと意外と遅いことはないんですけど、もっとあるかなと思ったんですけども、意外とストレートの出力がもうちょい出せるんじゃないかっていうふうにね、思うので、まあ、特に、ね、リリーフでやるとしたら、ね、そういうぐらいの球速は必要かなって、まあ伸び盛りだと思いますし、まあこれからトレーニングしてもっと球速くなっていくと思いますけども、ここが、例えば平均球速149キロですとかなってくると、それは面白いなっていうふうな形になってくるんで、はい。まあ、菅野さんもね、今年平均球速が一番速くなって、非常に抑えてたっていうのがあるので、まあ全然ね、まあ人にもよると思いますけども、トレーニングであったりとか、フォームの見直しをしたらね、球が速くなる。まあ今メカニズムもね、非常にこう、IT の技術もありますから、いろいろ研究すればね、球は速くなるかなと思いますんで、ここのスピードっていうのをもうちょいこだわってほしいなって思いますし、それが速くなってくるとですね、他の変化球もよく生きるんじゃないかなって、個人的には思うので、
昨日の投手ね、まあいろいろ課題はあるかなと思いますけども、本日ね、いろいろデータ見てみましたところ、このストレートの平均球速っていうのをもうちょい伸ばすことができれば、非常に化ける可能性が非常に高いんじゃないかなっていうふうに個人的には思いました。はい、じゃあここからちょっと野手を行きたいんですけども、あと3人います。内野手2人で外野手1人、ブレイクするんじゃないかなって思ってます。はい、じゃあ野手行きます。4人目行きます。中山選手でございます。はい、来ましたね。はい、まあブレイクするだろうっていうふうにね、皆さん思ってるかもしれないですけども、まあ改めて、お伝えさせていただきます。はい、今年32試合、打率が3割1分8厘、2打点、0ホームラン、OPS が761となってます。はい、非常に、後半戦なんかはね、代打で、出場してましたし、この選手もね、非常にこう、一振りにかけるとか、まあ、打席の中でね、追い込まれてからも粘りをね、見せたりとかっていうところも、まあ、非常にこう、打席内でね、気持ちが伝わるなって思う選手ですし、若いんですけども、本当にアグレッシブさっていうのをね、非常にこう感じる選手でございますと。僕そういう選手大好きなんですね。はい。で、細かいとこ見ていきますと、対右ピッチャーに対して3割4分1厘打ってるんですね、今年。うん。で、対左に対して0割0分0厘っていうのがあるので、まあ打席数とかもちょっと少ないんで、まあちょっとこうまだ参考にできないところはありますけども、やはりこの左ピッチャーを打っていく。うん。この左対左を打っていければですね、非常にこう、スタメンの機会とかもね、増えると思いますし、代打出されたりするようなね、確率も少なくなるんでね、ここのこの、右ピッチャー打てるけども左ピッチャー打てないから、じゃあ中山出してても代打出そうかっていう風にね、なってしまったら、レギュラーから遠のいてしまうので、この左ピッチャーをどんだけ打つか、うん。もう代打出されないようにはどうするかっていうところは、今後中山選手の課題かなと思うので、そこはですね、非常に頑張ってもらいたいなっていうふうに思うところでございますと。で、打球方向なんかを見てても、まあ僕が非常にいいなと思ったのは、引っ張った打球が多いんですね。はい、これ見ていきますとね、左方向 19.4% で、センター方向 38.7% で、右方向 41.9% となってます。で、よくあるパターンなんですけども、左バッターが、引っ張れない。ライトに引っ張れないっていうバッターって結構多いんですよ。で、野球においてですね、ライト方向に打球を打つっていうのは非常に大事です。大事でしてね。ランナーを進めたり、進塁打もそうですし、まあ、ランナーの後ろ側、背中側に打っていくと、ランナーはより先の塁に進みやすいという野球の特性がありますから、そういったところで左バッターがですね、引っ張ることができるっていうのは非常に、野球において大事なんですね。その中で、中山選手ね、引っ張った打球が 41% あるっていうところで、速いボールに対しても引っ張れるという証拠かなと思うので、そういったところで、非常に打撃面というところに関して言えば、非常にこう面白いんじゃないかなって思いますし、状況に合わせたバッティングも、これからもね、もっと上手くなっていくんじゃないかなっていうようなね、予感はしておりますと。はい。この選手はね、非常に、来季ね、出場機会を増やす可能性があるんじゃないかなって僕は思ってます。はい。で、次、5人目いきます。5人目。はい。この選手、ちょっとね、2軍の選手なんですけども、ティマ選手でございます。はい。出てきましたかというところだと思うんですけども、まあちょっと2軍の成績な、2軍でしか試合出てないんで、ちょっと詳しい成績はないんですけども、成績見ていきますと、115試合、今年出ておりまして、2割5分1厘、15ホームラン、で、53打点、で、OPS が717となってます。はい、まあ僕ね、こんだけやってくれると思ってなかったんですよ。もっと時間かかるかなと思ってたんですけども、まあ非常に2軍1年目としてね、非常にこう成績を出したんじゃないかなと思います。やはりこの15ホームランっていうのもね、魅力的だし、率に関してももっと2割2分とかもう2割1分とかなるかなと思ったら、フィニッシュが2割5分1厘っていうところで、非常に率もね、最後上がってきたっていうのがあるので、来季にね、試合が登録される可能性も十二分にあるんじゃないかなと思います。まあ岡本選手がね、流出したりとか、まあいろいろね、流出する可能性があったりとか、いろいろ問題があるので、そこにティマ選手がハマってくると非常に面白いかなと思うので、まあ来季、まあ一軍を主戦場にするかって言われたらちょっとわからないですけども、まあもしかしたら試合が登録されて二軍一軍を行き来するみたいなところもあるかなと思いますので、
まあね、あと2年後ぐらいにですね、まあ出てきてくれたら非常に 2、3年後にですね一軍に定着してくれてれば非常に嬉しいかなと思うので、そこはね、まあ、焦らずね待っててもいいんじゃないかなと思いますし、非常にこう覚醒するね予感もあるんじゃないかなって僕思います。で最後いきます。最後6人目、はい、萩尾選手でございます。はい、萩尾選手ね非常にいいキャラクターしてますし、ね、そういったところも含めて、非常にいい選手になりうるんじゃないかなと僕思ってます。はい、成績見ていきますと56試合、打率が2割5分1厘、2ホームラン12打点 OPS が607となってます。まあこの数字見たらちょっと物足りないなって浅野選手に負けてるんじゃないかっていうふうに思われる方いらっしゃるかもしれないですけども、まあ、今現状では浅野選手の方が成績を出してますんでね、いいかなというところはあるんですけども、萩尾選手も十二分にね1軍でレギュラーを取る可能性はあるんちゃうかなと思ってます。その中で少し気になるデータを言うと、ストレートという球種に対して打率が2割1分0厘なんですね。ただ変化球、特にスライダーという球種に関して言えば打率が2割9分4厘あるというところで、ちょっとね狙ってスライダーを打ってるのかそれはちょっとどうかわからないですけども、やはり一軍で活躍するためにはですねストレートという球種をやっぱりある程度弾き返すというかね率を高く保っておくっていうのが必須条件かなというふうに思ってますんで、このストレートの打率というところを上げていければですね、萩尾選手でもっと面白い選手になるんじゃないかなと思ってます。でその中で詳しいところ見ていくと、対右に対して1割9分8厘で、対左に対して2割4分1厘というのがあるんで、まあどちらかというと左ピッチャーの方が得意んじゃないかなと思います。まあまだちょっと一概になんとも言えないんですけども、はい、そういったところでまあ、左ピッチャーね、まあ打てるっていうのは非常にすごいですけども、まあ右ピッチャーね、をやっぱりしっかり打っていかないとねいけないと思うし、特にやっぱり球が速いピッチャーって右ピッチャーに多かったりするので、傾向的にねそういった傾向あるので、そこをどんだけ弾いていけるか、まあちょっと打撃フォームもちょっとこう後ろが大きいというかね、こうまあ余分な動きとは言わないですけど、ちょっとこうここが柔らかい感じがあるので、その分ちょっとねストレートに遅れちゃうところがあるのかなと思うので、そこをねもっと修正していけると面白いかなと思います。で、この萩尾選手もですね打球方向を見ていくと、左方向に 44%、 44.4%、 センター方向に 24.1%、 右方向に 31.5% というところで、引っ張ることもできるし流すこともできるっていうね非常に、いい打者だなっていうふうに思うので、先ほどもね、中山選手の時も言いましたけども、まあ、右バッターでやはりライトに打てるっていうのも大事なのでね、うん、進塁打であったりとかそういったところも含めて非常に大事なんで、そういったところで引っ張ることもできるし流すこともできるというこの萩尾選手の打球方向は非常に素晴らしいかなと思いますと、あと先ほども言いましたようにストレートをどんだけ捉えていくかっていうところね、なんかこうイメージですけど、まあ僕の主観的なところですけども、ちょっとね甘いところを速いボールの甘いストレートをパーンってファールにして、ちょっとこう悔しがってるようなね顔を何回か見たことがあるんで、やはり特に一軍なんかになってくると、まあ一打席にね甘い球一球あるかないかっていうところだと思いますし、まあそのね一球を前に飛ばせるかファールになってしまうか空振りになってしまうかでね、全然ねこれからの野球人生変わってくるかなと思うんで、まあ速いボールに対してどんだけコンタクト率を上げていくか、まあここにね萩尾選手まあフォーカスしてね周期練習頑張ってもらいたいなというふうに思っております。はい、そんな感じで今日6名僕がいいなと思う選手、ネクストブレイクするんじゃないかって思うような選手を見ていきました。まあデータなんかを見てると、まあ非常に、詳細にね、お話しできるっていうのがあるので、まあ皆さんもね、分かりやすかったんじゃないかなって思います。まあいろいろ皆さんネクストブレイクこの選手するんじゃないかっていう風にね思われてる選手ね他にもいらっしゃると思うので、ぜひねコメント欄なんかで、シェアしていただけるとね非常に嬉しく思いますし、僕もねもう一回データであったりとか動画を見返そうかなと思いますんで、ぜひね皆さんよろしくお願いします。はい、そんな感じで今日は終わってきます。いつもありがとうございます。これからどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わってきます。じゃあバイバイ。